諏訪湖に浮かぶ初島の空中写真。画像中央の小さな島が、初島である。島の東湖畔で、花火大会の観覧が行われる。また、この画像撮影当時諏訪湖の水質が汚染されていた、様子もわかる。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成地図初島は、長野県の諏訪湖にある人工島である。行政区分は、同県諏訪市に帰属する。1954年4月に、諏訪湖上演歌大会の打ち上げ場として、湖の東側に位置する諏訪市湖畔公園の沖合、約250メートルに完成した。2007年には、NHK 大河ドラマ、風林火山の放送に合わせて、高島城をイメージした、浮き城が建設され、ライトアップも行われた。この浮き城は2008年7月に諏訪駅前のロータリーへ移設されている。また、2007年12月8日から2008年2月29日までは、諏訪を彩る、光の祭典と題してイルミネーション、冬の花火が島内に設置、点灯された。2008年度、市は老朽化に伴う、第1期機改修工事を実施。初島西側に対して、拡張工事を行い、崩れた石積みの修復と2本ある桟橋の付け替え、来島者に対する転落防止策の設置と、公園化整備を行った。総事業費は約2800万円で、今回の工事により島面積が495平方メートルから660平方メートルへと拡張された。2012年7月、初島改修工事に伴い、完成当時から植えられていた柳の古木4本を内部が朽ちており倒壊する危険が高いことからすべて伐採。市は第2期改修工事に合わせ新たな柳を植樹することを検討している。2013年度、老朽化に伴う第2期改修工事を実施。第1期と同様に初島東側に対して石積みの修復と転落防止策設置を実施。総事業費は約2300万円で、今回の工事により、市の構図に記載されていた、完成当時の初島の丸い島の形状を復元させた。所在地は、長野県諏訪市上諏訪中浜670番地202。初島に唯一ある観光場所で、花火の打ち上げと諏訪湖の安全を祈願し、1954年の初島完成時に建立された。祭神は、諏訪大明神で、現在は、子宝と安産の神としても祀られている。諏訪神社系に属するためお柱祭りも行われており、ボートに引かれて、男衆と共に湖上を渡る姿は、他に類を見ないお柱祭りとなっている。社は、諏訪湖の関係団体で構成された、初島奉賛会によって維持管理されており、毎年鳥居のしめ縄掛け替えや、社殿の修繕が行われているほか、建て替えで倒した古いお柱を加工したお守り、お渡り守りも制作されており、湖畔周辺のホテルなどを通じて販売されている。諏訪湖初島の浮き城を上諏訪駅前に移設、諏訪湖の初島改修工事終了へ、長野日報2008年8月6日6時配信、丸い。初島秋に復元諏訪市長野日報2013年6月5日6時1分配信、諏訪湖、丸い、初島復元転落防止策も設置長野日報。2014年1月12日6時2分配信、諏訪観光連盟、信州諏訪、小宮お柱祭り、小宮巡礼祭と、お柱休めと鳥居新築お柱祭りへ、諏訪湖の初島神社。信濃毎日新聞2009年11月16日掲載、お渡り守り販売へ、諏訪湖、初島神社のお柱利用、信濃毎日新聞2012年12月25日、掲載。ありがとうございます。